ポイントがある間中に、ポイントがある間中に、そろばんだ。はい、いけんのか、くそ。あやとくん、その、大丈夫？怪我とかしてない？うん、いつきさんに見てもらったし。そう。よかった。無事に戻ってきてくれて。はるかさん。ご苦労だった。はい。そう固くならなくていい。君は我々の要請をこなし、答えてくれた。そんな、僕はただ。礼を言う。君の働きで助かった。クヌギ司令。なんだか照れくさいですけど、その、嬉しいです。そうか。よかったわね、アエト君。うん。ね。3000ポイント持ってかれた。おはよう。おはよう。あんまり遠くに行っちゃダメよ。どこおるかな、海おるかな。ちょっと海行ってくるのか。休みのフェーズしか。ドッパ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 ッ。よし、経験値ゲッチ。
そこから行ってみよう。なんだろうな。あんたってさ、まるで子供みたいだよね。なんだよそれ。だって起こしに行ったら布団から転がり出ててシーツだけ抱えてんの。勝手に男の部屋に入るなよ。お前女の子だろ。ねえ、超悪い子供みたい。あら、めぐみだって人のこと言えないわよ。昔昼寝してて縁側から落ちたことあったじゃないの。もうどうしてそういう昔の傷を暴露するかな。お姉ちゃんなら私にも考えがあるよ。あのね、あやと、お姉ちゃんったら。ちょっと、まさか、めぐみやめて。お姉ちゃん酔っ払って帰ってきてさ、自分で柱にぶつかったくせに柱に不注意だって怒ってんの。柱にだよ。謝りもしないその態度は人としてどうかとか説教してるんだよ。それも自分でぶつかっといて。ああ、やめて、お姉ちゃんが悪かった。ふふん、反省すればよし、以後気をつけるように。はいはい。なんだか懐かしいな。え、何？友達がそんな感じでさ、今みたいな会話しょっちゅうしてて。そんな感じってどんな感じよ。守がノリが軽くてバカやっては朝比奈にやり込められるんだ。本当。じゃあノリが軽くてバカをするのが私？ショック。しっかり者のはるかさんで通っていたのに。あ、いや、そんなつもりじゃ。いいのいいの。でも、あやとくんが東京の話するの珍しいわね。ふーん、友達いたんだ。当たり前だ。絵ばっか描いてて引きこもりしてたのかと思ってた。そんなんじゃないよ。いたんだよ、ちゃんと東京に。三島でいいか。すごく仲いいダチがいたよ。はるかさんはそうかしら。これが。実は親友とかいなかったね。昔は寺に来てからは随分楽になったけどね。クヌギさんには随分お世話になったかな。
コードギアスの単体のゲームで全然なかったね。ソロヨモダ君って実はここの人とか。やっぱりそう見えますか。そうは見えないわよね。あれがアヤト君をラーゼフォンへ運ぶのね。子供の頃すごく好きな人がいて、一緒にいられるだけで嬉しくてね。なんてあんまり関係なかったわね。ヤグモ君はお友達が多そうね。時間かかっとったな、あれやな。さっきか。めぐみちゃんは昔の友達と連絡。うん、時々ハガキとか。友達とは。今でも連絡は取り合ってる。な、何？友達ってこっち来てからあんまりできなかったな。キムがいるからいいけど。友達は頑張って作るものじゃないからな。住んでたの。近所のことは仲良かった。だから引っ越しするときワンワン泣いたな。みんな色々あるんだな。そりゃそうよ。少なくても東京の思い出は残ってる。守りや朝日奈、あのスケッチブックの人のこと。クラスメートなんでしょ。三島のこと。へえ、三島って言うんだ。あれ、でもまさかね。何。うん、なんでも。それで。うん、三島とも。あれ、どうしたの、あやと。三島ってクラスメートだったんだよな。そうなんでしょ。そう言ってたじゃない。記憶が。三島とクラスで何かした覚えがない。やだね、大丈夫。あやと、三島は本当にクラスメートだったのか。やだ、違うの。僕が困った時に三島が現れるんだ。僕を助けるように現れる。あれは夢じゃなくて本当のことなのかな。かわいい。私は石取り。三島。ゼフォンの心。ゼフォンの不完全なオリンが17の資格の年、私を望んでくれた時、イシトリとオリンは一つになれる。真実の心臓ヨロテオドルに至る。私を受け入れて、オリン。三島、どういう意味だよ。わからないよ三島。ねえ、アヤトったらしっかりしてよ。
三島は？三島はどこにいたんだ？めぐみも見ただろ？見たって何を？三島だよ、三島玲香。そこにいただろ？誰もいないよ、あやとと私だけ。え？え？あやと急に独り言言い出してびっくりした。目を開けて昼寝でもしてたわけ？心配するじゃない。誰もいなかった。そうよ、僕にしか見えなかった。三島、君は一体何者なんだ？早くあくびしたよ。おはよう。ねえ、もうさっきからずっとそれは。おはよう、ブチ。ポイントのたまりが良くなってきたな。気をつけ。お、くみちゃん、くみちゃん、くみちゃん、ラムネの葉。もう行くの？ねえ、使いますか？こんなし、写真を撮ってもいい？あ、そっか。どうし、ねえ、観察。あ、選んだもの。あ、いや、ただ君も戦士らしい顔つきになった。戦士。そうだ、戦いに慣れてきたのもあるだろう。以前よりも
ずっと引き締まった表情をしている。まあ別に慣れたかったわけじゃないですよ。戦わずに済むのならその方がいい。そうか。一つ忘れないでほしいことがある。君は一人で戦っているわけじゃない。我々も同様に君と共に戦っている。そのことだけは忘れないでくれ。はい。余計なことを言ってすまなかったな。いえそんな。別。そうか。引き続き待機したまえ。わあ、いらんところでポイント少しでもだ。無理よ。でも。ははは。原理は不明だが。クヌギ司令にしか。あの手。くそ、ポイント貯めてこないか。これでも。何をです。君のこと。喉でも乾いた。ジュース。あら、オリ邪魔しちゃったかな。構わない。オリンと私は一緒。クオンのバイオリン綺麗な音色だね。綺麗？なんていうか心がスーッと澄んでいくような、うまく言えないけど素敵な音色。オリンこの響きが好き？うん、好きだよ。もっと聞きたいな。じゃあ、弾いてみるね。どう？うん、すごくいいよ。嬉しいと私も嬉しい。それ何の曲なんだい？わからない。ここに楽譜がある。ジンがくれたの。有名な人の曲かな。わからないの。
でも奏でたい曲なの。その気持ちわかるな。僕オリンは絵を描くの？うん、時々だけど、どうしても描きたくなっちゃってね。無意識の必然。何のこと？わからない。あのさ、ウオン。なに、オリン。またここでバイオリンを弾いて聴かせてくれる？それはちょっと勘弁してくれないかな。いつきさん。アヤト君、申し訳ないんだけど、クオンに演奏の強要をしてほしくないんだ。どうしてなんです？すまない。事情は聞かないでくれってことですね。すまないね。わかりました。ポイントドラボーが何か言ってみる。ミチルに会い気づいているので、なん全てつながってるんだよ。やっぱり東京で。悪いけど今忙し、また今度暇な。いつき先生にわからないことが。なん、元気に育って。綺麗な。
軽に話しかけ。給料。どうする？ここで2400ポイント使ってみろ。こんなところでなんだけど、これ。え？プレゼントさ。見たこともないし、高価なものなんでしょ？いつもよくやってくれてるから。クリスマス、ありがとうございます。私、大切にします。それはよかった。本当に大事にします。それじゃあ。やだ、見てたの？アヤト君。すいません。見るつもりじゃなかったんですけど。やっぱり見ちゃったのね。内緒にしてくれる？はい、もちろん。ありがとう。すごく綺麗ですね、それでしょ。とても素敵な石よね。ええ嬉しそうだな、サエコさん。本当に風邪ひいたんじゃないのか？兄様が育てているお花よ。兄様、私。検査しよう、クオン。風邪だって君には重大な問題だよ。違うわ。どうしたんだい、アヤト。いえ。すみません、キャッシュ。カミナも待機か。僕はいつも。おお、未成年じゃないエルフィーさんは。残念ながらノンアルコールだ。待機任務中だからな。目を盗んで飲んだりするな。そんなことしません。うん、今お前の前に出されたグラ。あれ、シャプラン大尉って。そうでもない。Thank you.
ジュース。なんだ、私はいつも通りよ。そう言うな。なんだか暇そうね。あまり飲みすぎないようにね。あら、あやとくん。その方がいいわよ。そうですね。何か飲みたいなら。今日はこのまま。ええ、元はなんか絶対なんかあるパターンや。北の方は雪が降っているんだろうな。気象データから見るとこの島では見られないから。今日は D1 警報もないし、このまま過ごせたらいいわね。絶対なんかあるパターンや。静かな日にな。さすがね、新しいセクションでも問題なくこなすじゃない。職場に気になる人がいるとさ、つい張り切っちゃうもんじゃない。へえ、そうなんだ。最近？前からずっとよ。それって私の知ってる人？内緒。何よ、親友じゃない。まあそうだけど。そうよ、水臭いわよ。あれ、さよこ、それえ、素敵な石ね。誰かの贈り物？触らないで。さよこ、あ、これ大事なものなの？ああ、ごめん。絶対触れられたくないの。わかったわ。そうよ、触れられたくない。あなたには特に。いつだって遥かの方が私より好かれる。私はちゃんとやってる。なのにいつだって。さよこさん、私は悪くない。私は悪くない。さよこさん、大丈夫ですか？私が悪いんじゃない。さよこさん、あなたは寒くないの？一人で。え、さよこさん、メディカルルーム行った方がいいですよ。寒いなんて風邪なんじゃないかな。ちゃんと言ってくださいね。あやと、見て見て、すごいよ、雪だよ雪。こんな南の方でも降るもんなんだ。モノレールとかバスとか動かんかったら帰れん。普通降らないよ。だよね。すごい、
私雪見たのって初めてなんだ。へえ、雪知らないの。だってこの島に来たの小さい頃なんだもん。見てたとしても覚えてない。触りたーい。ほらほら、まだ仕事中でしょ。はーい。でもなんで雪なんて降ってるのかな。異常気象ってやつじゃないの。いや、原因は自然発生じゃなさそうだよ。海が凍って氷の塊が次々出現しています。校内ポイント Y マークに異変。巨大な氷山が出現、増殖しています。全高200m、さらに増殖していきます。 D1 反応ありですが、この D1 反応と同じデータが記録されています。以前倒した D1 が実は逃げだと。そう考えるしかないね。回復するまで潜伏していたのでしょうか。今まで D1 反応は検出されてないのに。爪が甘かった。出撃だ、神の綾とか。出撃？敵は？あれを倒すんだよ。それが君の仕事だ。出ます。そうそう、なんか欲しいよな。頑張って。巻き添えにしちゃうよ。そんなことできないよ。 D1 殲滅が最優先だ。人命は構わん。何言ってんのか分かってんのか、あんたは。寺は人命救助の組織ではない。もし七森君を助けたいなら奇跡を起こしたまえ。ふざけんな。起こしてやる、起こしてやるよ、奇跡ってやつを。こんな熱かったよ。オリー、誰にも愛されぬ者よ。その己の心の寒さに気づくがいい。あ、そうなの。離れて、アイト君。
消失を確認。七森小夜子の生体反応確認しました。状況終了だな。あ、やっぱ下にあるじゃないかったよな。お疲れ様。小夜子さん大丈夫ですか？うん、低体温だったけどもう大丈夫。今眠ってる。よかった。小夜子、何も覚えてないみたい。そう、その方がいいですよ。うん、でもなんであんなことになったのかしら。あれ、あれって五木さんが小夜子さんにあげたペンダントじゃないか。五木さん？やっぱりあいつが悪い。